モンギスリムは1961年にアフリカ人として初めて国際連合総会議長となったチュニジアの外交官。パリ大学から法学の学位を受けていた。チュニジアの独立に至る闘争の過程でフランス当局によって二度投獄されたことがあった。1908年9月15日にチュニスに生まれたスリムはギリシャ人とトルコ人の血統を引く貴族の家系の でであった。母の家系はトルコの高貴な家系で、チュニスでも有数の有力な一族であり、アラブ世界を通してイスラム法についての学識で知られていたベール向けに連なっていた。祖祖父の一人はカフカラスという名のギリシャ人で、少年期に海賊にさらわれて、白人奴隷であるマムルークとして、チュニスのベグに売られ、そこで教育を与えられた上で解放され、 さらに国防大臣にまで出世した人物であった。父方の祖父は、貴族出身のカーイドで、豊かな土地であった、ボンミサキ半島一帯を支配していた。1936年、スリムはチュニジアのフランスからの独立を主張する組織に関わるようになった。1954年には独立について、フランスとの交渉にあたるチュニジア側代表団の長となっていた。 そうした立場にあったため、彼は1956年にチュニジアの独立を定めた議定書の草案作りの手助けもした。1955年から1956年にかけてスリムはチュニジアの内務大臣を務めた。1956年スリムはチュニジアを代表して中米大使となり、合わせてカナダ大使、国連大使も兼ねることになった。国連では ハンガリー問題に関する特別委員会に加わり、この委員会から安全保障理事会に派遣される代表者となった。1961年、ダグハマーショルドが飛行機事故で救世したことを受けての人事の中で、スリムは全会一致で国際連合総会議長に選出されたことで、中米大使の座は失った。スリムは1961年9月に雑誌、 タイムの表紙を飾った。アメリカ合衆国は当初スリムが国際連合総会副議長のまま議長の職務を代行するという案を考えていた。しかしソビエト連邦はビルマのウタントを推し、アメリカ合衆国もウタントがハマーショルドの残りの任期を務める事務総長代行となることに合意した。スリムは1962年に国連を離れ、 チュニジアの外務大臣となった。この職には1964年まで止まった。ありがとうございます。